では皆さん、このぼんやりと白い銀河は本当は何か分かりますか？先生は大きな星座の図を指しながらみんなに問いかけました。カンパネルロが手を挙げ、それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとしてやめました。ジョバンニさん、あなたは分かってるのでしょ？ジョバンニは立ち上がりましたが、答えることができませんでした。ザネリが振り返って笑いました。先生は、ではカンパネルラさんと指しました。すると元気に手を挙げていたカンパネルラはやはりもじもじ立ったまま答えませんでした。先生は意外な様子で、ではよしと言いながら星座を指しました。ぼんやりと白い銀河を望遠鏡で見ると、たくさんの小さな星があるのです。ジョバンニさん、そうでしょ？ジョバンニはうなずき、その目は涙でいっぱいになりました。僕は知ってた。もちろんカンパネルラも。いつかカンパネルラの家で銀河について書かれた本を一緒に見たんだもの。なのにカンパネルラが返事をしなかったのは、この頃僕が仕事が辛く学校でもぼんやりしてるのが気の毒だったからだ。今日は銀河のお祭りですから、皆さんよく空をご覧なさい。先生が言うと、みんなはきちんと立って礼をして教室を出ました。ジョバンニが学校を出るとき、同じ組の数人がカンパネルラを真ん中に集まっていました。今夜の星祭りに青い明かりを灯して川へ流すカラスウリを取りに行く相談のようでした。けれどジョバンニはいつものように活版所で働き、お金をもらうとお母さんの待つ家に帰ったのです。ジョバンニのお母さんは体の具合が悪く、お父さんはラッコの上着を持って帰ると約束して、北の海に漁に出たままずっと頼りがありません。お母さん、今日は牛乳が届いてないね。僕行って取ってこよう。では銀河のお祭りをカンパネルラと見ておいで。川へは入らないでね。お祭りの町は美しく飾られ、子供たちは星巡りの口笛を吹いたり、ケンタウルス、水分を降らせと叫んで走ったり、楽しそうに遊んでいます。牛乳屋は留守で、出直すことにしたジョバンニはカラス売りの明かりを持った同級生に会いました。ザネリが、ジョバンニ、ラッコの上着が来るよとからかうと、みんなも口々に叫びます。カンパネルラだけは気の毒そうに黙ってジョバンニを見ていました。ジョバンニは逃げるようにして寂しい気持ちで天気林の柱の丘の上まで走ってくると、草の中に寝転びました。子供らの歌う声や口笛、キレキレの叫び声もかすかに聞こえてきます。ジョバンニには丘の下の町がぼんやりしたたくさんの星の集まるように感じられたのでした。どこかで不思議な声がします。銀河ステーション、銀河ステーション。気がつくとジョバンニは天の川の岸に沿って走り続ける小さな列車の客室に、窓の外を見ながら座っていました。前の席にはカンパネルラがいて、少し疲れたようにつぶやきました。みんなはね、ずいぶん走ったけど遅れてしまったよ。
ザネリも随分走ったけど追いつかなかった。ごと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 小さな綺麗な列車は天の川の水や三角点の青白い光の中をどこまでも走っていきます。ここへかけてもようございますか。白鳥の停車場を過ぎたところで乗ってきたのは鳥を捕る人でした。包みの荷物は取ったばかりの鳥です。真っ白なサギや黄色と青白のまだらのガンが平べったくなっています。少しお上がりなさい。ちぎったガンを鳥々に勧められてジョバンネが食べてみると、それはお菓子のように美味しいのです。こいつは鳥じゃない、ただのお菓子でしょ。カンパレルラが思い切ったように尋ねると、鳥々は慌てた風で、ここで降りなきゃと荷物を持ち、もう見えなくなりました。二人が窓から外を見ると鳥々が河原に立っています。ガラーンとした桔梗色の空からサギがまるで雪が降ったように舞い降り、鳥々はサギを片っ端から布の袋に入れました。鳥々は二重ばかり袋に入れると、またジョバンニの隣に現れました。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか。ジョバンニが聞くと、鳥々はどうしてって来ようとしたから来たんです。そういうあなた方はどちらからおいでですか。そう聞かれてジョバンニはどこから来たのか答えられませんでした。わしの停車場で乗ってきたのは家庭教師の青年に連れられた男の子とその姉さんの女の子でした。3人が乗っていた客船が氷山にぶつかって沈んだのです。青年が辛そうに、救命ボートがいっぱいでこの子たちを助けることができなかったと話すと、そばにいた男が慰めました。どんな辛いことでも正しい道を進む中での出来事なら一足ずつ幸福に近づくのですよ。天の川の向こう岸が赤くなりました。サソリの火だなとカンパネルが地図を見ながら言いました。サソリは小さな虫を殺して生きてきたことが辛くて、次はみんなの幸いのために自分の体を使ってほしいと祈りました。それで真っ赤な火になって夜の闇を照らしているのです。天井へ行くサウザンクロスの停車場で青年と子供たちは降りなくてはなりません。汽車は光まばゆい十字架の前で緩やかに止まりました。さよなら。ジョバンニは女の子に向かって泣き出したいのをこらえてぶきらぼうに言いました。サウザンクロスの停車場でたくさんの人が降りていったので、汽車の中は急にガラーンと寂しくなりました。カンパレルラ、また僕たち二人っきりになったね。どこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのようにみんなの幸いのためなら体なんか百遍焼いても構わない。うん、僕だってそうだ。カンパネルラの目には綺麗な涙が浮かんでいました。突然カンパネルラは窓の遠くに見える野原を指して叫びました。あそこの野原なんて綺麗だろう。あそこが本当の天井なんだね。ジョバンニもそちらを見ましたが、どうしてもそのようには思えません。カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。
ジョバンニが振り返ると、そこにはもうカンパネルラの姿はありませんでした。ジョバンニは窓の外へ体を乗り出して泣きました。目を開いてみると、そこは元の丘の草の中で、ジョバンニは疲れて眠っていたのです。胸はほてり、頬には冷たい涙が流れています。ジョバンニは羽を起き、丘を走っておりました。こんばんは。今日牛乳が僕のところへ届かなかったのですが。牛乳屋は一本の牛乳瓶をジョバンニに渡しました。ジョバンニはまだ温かい牛乳の瓶を抱えて町へ出て行きました。10時になった街角や店の前に女たちが7、8人集まって、橋の方を見ながら何かひそひそ話しています。橋の上にはいろいろな明かりがついています。ジョバンニはなぜかさっと胸が冷たくなったように思いました。そして近くの人に叫ぶように聞きました。何かあったんですか？子供が水へ落ちたんですよ。ジョバンニが夢中で河原へ降りると、友達のマルゾがジョバンニに走り寄って言いました。ジョバンニ、カンパネルラが川へ落ちたよ。どうして？いつ？ザネリがカラスウリの明かりを水の流れる方へ押しやろうとして、船の上から水へ落ちた。カンパネルラがすぐ取り込んでザネリを助けたけれど、そのまま戻ってこないんだ。ジョバンニはカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいない、そんな気がしました。カンパネルラのお父さんが町の人たちに囲まれて立っていました。あなたはジョバンニさんでしたね。あなたのお父さんはもう帰っていますか？僕にはおととい大変元気な便りがありましたよ。ジョバンニは胸がいっぱいで何にも言えずに、カンパネルラのお父さんの前を離れました。お母さんに牛乳を持って帰ってお父さんが帰ることを知らせようと一目散に走りました。Thank you.